さあじゃあちょっとあれ行こう、ギャロップ行こう、ギャロップ。ここであえてここの間隔短くして、そのサターンの間隔をインターバルを短くするから。ただも着地はこうやって潰れないようにしっかりして、ヒップリフト、ケツの位置高いまんま、はいはい、カップル。来たよ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 、遠いだ遠いだ。そう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 、そのままそのままそのまま、はいはいはい、自信持って今度高さ出そうね。それやだ、FJ、FJ できねえんだけど、FJ が。やってください。じゃあ、そこは、さ、結局さ、例えばセットプレーで、まあ、この人してることないからだけどさ、セットプレーでこうやって相手がこういる状態でこうはもう飛べないじゃん、うん、ディフェンスにしても攻めにしても、もうそしたらこのまま飛ぶしかなくて、今のこのギャラップのこのタイミングはできれば助走なくても沈み込まなくても飛べるようになるんだ。順吾ってジャンプヘッドでとかで点決めたことあんの？ない。見たことない。今すげえふとすごいこう思い起こすと、お前が点取ってる時でこういう頭使っててないんだと思って、ジャンプヘッドなんてなおさらねえよなと思って。ないな、ボワーンっていうのをこうプーンっていうのあるっすけど。腰いけないし、順吾。そう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 、そういうぐらい感じ。今最初の入りでこうやって入っていくと膝が自分の体に前に出てるから緩むから、今最後の後半ぐらいお尻がちゃんと膝の上に乗っかった状態で動かす。そう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 、それぐらいそれぐらい。じゃあ片足のまま上げ、横向きでいこう。突っ張って、ここで一番持ち上がってくる。ああ、足の裏全体でキャッチして。腰のケツの位置考えて。さあ、じゃあステップしよう。軽く揉まれて。今日子供たちこれやるから。ああ、じゃあ予習しておきます。手が死んでるよ、手が。つま先からこうやって入ると必ず膝つまがるから、自分のイメージとしてはこうかかとから入っちゃう。で結果的に進んでればかかとは絶対つかないから、かかとからもっと着地するイメージ。もっとドスンと入っていい、ドスンと突っ張って。しっかり半身になるのと、もっと後ろだからしっかり突っ張って、で体全体、体を倒して後ろに進む感じ、足でこう進むというのも、あえて自分がうまく重心を前っていうのが出てくる。ああ、そうですそれ、もっともっと前に出てくる。まあ、もっと出てる。少しやってサイドステップからターン。おかしいよ、地元くんおかしいよ。そうそうそう、はい、あ、プラタイになってる、プラタイに。ほらステップになってない、止まっちゃってる。ステップの踏むときどうする、こうって一歩必ず外さないか、こうやって外すんだろ、自然にって。そう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 、うん、もうワンステップ、ワンステップ。
まないの、踏まない、ほらカズさんのペイントになってるから。これやっぱ難しいな。こうこうこうで必ず外、アウトサイドの足で着地してからインサイド、アウトサイドインサイド、アウトサイドインサイド、アウトサイドインサイド。もうインサイドは添えるだけ。そう、はいはいはい、両足じゃなくて片っぽ、片っぽ、はい。確認。そう、はいはい。ヤジの方ができんじゃん。なんでなんでなんで。なんでだよ。全然できてもいいんだけどさ。でも今の感じ、今の感じもう一歩行こう。そうそうそう。そうこれ姿勢低い気がする。さあ、じゃあこれ後ろ向きでもいい。ゴールバー次第です。小学校に行く。サーバーです。はい、じゃあ次も簡単に一歩ずつ、もう足つかなくていいから。これも潰れない。伸ばしてついて、伸ばしてついて、そう。サイドステップ避ける。低くなって気持ちがいいよ。気持ち低くなってもいい。だから要は低くなっても今ダメな時ってこうやってつま先から入るんだよ。じゃなくて今のももうだから足の裏全体でこうやって入る。こうだろ。低くなった方がいいけど足の付き方。そう、付き方。そうすると膝が固定されるから。そうそう。だから要はこの時に一回一回低くなってるから起き上がんなきゃってこうやってスクワットしてジャンプするんじゃなくて、もうカチッとこの高さならこの高さで固定してるんだよ。重心はもうプレーしてる時の目線の高さで重心止めちゃって、要はこうやって起きて起きてじゃなくて、もうこのまんま止まって同じ高さのまんま、このまま守備やる。そうし、そういうこと。低くなるか高くなるかはそのプレーのシチュエーションで変わっちゃうから、とにかく低いのが悪い、高いのがいいじゃなくて上下し、ね、上げてか上げ切ってから指示足が着地するよね。これは重心下がんないの。結の位置か。そうそうそう。うん、緩いぞ緩いぞ。もっと結勢いよく持ち上げてもらって。全体的にやっぱこっちこう支える足がこう緩いから、これが強くならないと、うん、あのステップとかランニングもそうだし、極端なんですけどボール蹴るときだって踏み込み甘くなってくる。飛ばない好き。下本さん教えてやってくださいよ。飛ばないの。飛ばない。また下手っすよ。でも確かに否定できなくなっちゃったじゃん今。いやでもちゃんと最後まで90分走ってゴール前まで毎回詰めてるから走力ある。そう、でも外す。いやだから結局今みたいにこうフラフこうやって走ってください。そうそうそう、ピエンってなっちゃう。ピエンってそう、こうなーって俺はめっちゃケツ前、ケツ前、ケツ前前だし、そう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 、もっと持ち上げて、もっと勢いよく持ち上げて、そう。だから一回言ったもん、お前決めるようになれば一人で上にしていけるから。だからそこだけ集中しろっつって走れてほしいです。試合前に言ったけどまんまと外したよね。試合前にさぬき先生。そうさぬき先生はなかったからチャンスない。その次来た。その次か。ケツ前出してる、前出してる。そしたらマンカーの上もも上げていきましょう。で、ちゃんと今の要素でこうもちろん上げる方で
上げて切ってから着地っていうのと、ここがこうやって下がらないようにケツの位置だけ上げ切って、もまる、マーカーの上はもまるし。本当ですね。50なんだよ。なんで見本見わざわざこうやるんだよ。ちゃんと撮ってね。スムーズに動いてないんですけど、チームメイト。で今のも結局上げる方のタイミングの取り方が下手なの。しっかり上げる方でリズム取る。1、2、そう、前やったようにこう上げる方でリズム取るってことを前提に助走入ってきて、それでそのまま。ジュンは今の悪くないから、とにかく左こっちついた時にこう、はい、これぐらいで、うん、これの位置感。そこだけチェックして。そう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 。あとは抜けてるからね。ベンチ外とかマスだった。そうです。もも上げして適当に2つ目のゴールぐらいのところまで2本ぐらい走って、で最後ちょっと最初の3歩を大きくするってところだけイメージ付けやるとかあろうか。支える感覚だし。そう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 。そのまま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 。みたいな左足の使い方すれば、さっき言った届かないそうなやつも届くようになってくる。これをさ、こっちで行くとするとパターンかかっちゃう。やっちゃう。ここじゃなくて、うん、そうそうそう、止めて伸ばす止めて出す、そうそうそう。今のランニングも今のランニングぐらいだったらいいけど、頑張って頑張ってっていうだけでゴール前行ったら最後逆面になる。今の感じで入っていければ最後触るっていう時にやっぱきちっと踏み込み足だけ止まるから、そしたら変わってきちゃう。さあじゃあ最後さ、今日ダッシュそこまでいかないけど、もうここのマーカーを一歩一歩こうやって、まず今歩行でいいから、歩きながらでいいから、しっかり前の方の足って、この足は止めて出す出す出す、そうそうそう、ね、赤超えてないんだけど、ベテランの足開いてたで。じゃあスプリントというか実際に動く、ここからでも弾まない弾まない、はい、そうそうそう、こっちで今リズム的にポンポンポンダダダになってるから、もうその最初からダダダのイメージでも足は広げてくる。うわっ、早くて早かった、そう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 、ジュンもいいよ今の感じで、そうそうそう、いいよいいよ、うん、どういう局面でも例えばこう守備で後ろに走るときもそうだし、あ、こう自分が攻めてて行くっていうときもちょこちょこちょこじゃなくて、動き出しは今ぐらい大きく動かないじゃないと乗らないから、スピードだ、自分の回転数だけだと体が動いてるから自分なりは頑張ってるけど、それが推進力があったら推進力がなくなっちゃうから、で特にコンディション悪くなればなるほどちょこちょこするし、例えばジュンは、まあ、まあ申し訳ない、もうおっちゃんだからさ、おっちゃんになればなるほどそのストライドって出にくくなっちゃうわけ。最近走ってて、うん、全然乗ってこない、追い越すときが止まったんだ、だからこういう動きができてないじゃん。
だからこうリズムとしては自分なりにやってるんだけど、全然こう進む感覚が違うんだよね。だからもうここで作っていくしかないからさ。だから走りながら途中でこうやろうじゃなくて、動き出しでこう体を大きく動かす、大きいストライドを出す、で全身使ってっていうことをやると、こう4本目5本目以降もその通りに動いてくるけど、急に途中からやろうっていうのはなかなかできないから、やっぱり動いて前に出して止めて前に出す、自分で弾まなくていいから、止めた状態で足を前に出せば勝手に弾んでくから。そう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 、頑張りが効くのはあれだぞ、若いうちだけだからな。伸びしろやな。伸びしろですね。年いくつ？23の年。若いな。一年の人ばっかだ。大卒か。大卒で自分が気づきましたよ。余裕だったね。シジクレ、鎖骨つけ、骨、鎖骨折りながら吹っ飛ばしてる。節制やったね、今考えると折れてる折れてる折れてるっつってで、ゴール決めた後、行ってーみたいな戦わなかった、あれは忘れないよ。